光る棺の中からヒントを使う棺を一つ選ぶぞ。進展。運ゲーじゃん、やっぱり。ヒントの使い方。なんかここ三つ並んでるから、この真ん中の9番を調べるのがいいような気はしてるんだけど、私は。まあ何もわかってないんだけどね。まあやってみるか。正面の棺は9番。ここでヒント機能を使うか。使ってみよう。私はランプを押した。赤く点灯した。おお。で、これだけぜよ。何がわかるんじゃ。落ち着け、九太郎。それをこれから考えるんだろう。あれじゃない？あの、人間だったら、青。空室だったら、黄色。人形だったら、赤。とか、あったよね、確かね。それじゃね？そりゃ、そうだが。いいか、ヒントはもう使えねえぜよ。ここで緑を当てなきゃ、奴のターンになっちまうがや。それだけは阻止しないと、銀君の命がかかってるんだ。大丈夫です。たった一つのランプでも情報はあります。それは、ランプの温度、ランプの光り方、ランプの色、ランプの形、ランプの色じゃないですか？ランプの色。色、ですか？ここへ来るまでの探索を思い出してくれ。私たちは、色に関する仕掛けを何度も目にした。確かにな。じゃあ、色についてわかることを話し合うしかないな。ああ。全員で力を合わせれば、この謎だって解けるはずだ。解き明かそう。色の秘密を。多分、あれだもん。緑は、手首ポーンって飛んでたから人形のはずだから、赤を選べば、銀くんではないはず。進展。赤いランプの意味。あのランプは中身を表している。赤は赤い血。つまり、あの中に入っているのは人間だ。色といえば、メイプルの背中にボタンがついてたよな。赤、青、黄色、三色のボタンだった。そういえばどこかで赤、青、黄の三色について書かれた文章を読んだような気がします。なあ、性別とかじゃねえの？この国のトイレじゃ赤は女子、青は男子ってのが多いだろう。関係あるかわからないけど、私の指紋認証の時も色付きで光っていたよ。なんだかやっぱりランプの色だけで推理するのは難しそう。わ、これはアイテムだろう。何かのメモ、これだと思う。これだね。カンナちゃんにこのメモ、これだ。オッケー。カンナが見たのはこれじゃないか。それは探索中に見つけたメモなんだが、中身は棺管理システムに書いてあった内容と同じだ。あ、そうです、思い出しました。色のこともそこに全て書いてあったんです。青人間、赤人形、黄色空室。おお、これが棺管理画面に書いてあるっちゅうことは、色はまさに棺の中身を管理するための情報なんじゃないですか。つまりランプの赤い色は、赤、人形、あそこにはダミーズさんが入ってるってことですね。マジかよ、希望が見えてきたぜ。だって銀以外は全員赤ってことだもんな。赤の棺を選べば銀を当てずに済むじゃねえか。本当に、そうかじゃ。そうなんよ、ここの問題。青1、赤6、黄色0だったんよ、最初が。で、緑は、人形だって分かってるから、ダミーズの中にも人間が一人混じってるはずないよな。ここが問題よ。さら、もう一度棺管理画面を思い出すぜよ。そんで、右上の文章がや。過去の記録。青1、赤6、黄0。これって棺の中身をチェックした時の記録なんじゃねえか。なあ、そんなの僕たちやってないじゃん。
動で記録されてるってことでしょうか。だとしたら、いつの記録なんだろう。ゲーム開始時、ゲームの途中、宴の前、ゲーム開始時だね、これね。そうか、ゲームの開始時だ。さっきのメモは、おそらくこの記録を印刷した資料。そこにゲーム開始、青1、赤6、黄0と書かれてたってことは、一番最初、緑とダミーズが出てくる前ということになる。でも、それだと、あの7人の中に、人間が1人、混ざってたってことになるにゃい。そうなんです。私、ずっと言っておりました。混ざってるんです。ダミーズの中に、人間が。そうなの？誰なんだ、そのずるい野郎は。信じられねえよ、そんなこと。ランマルくんと、アンズちゃんと、早坂は違う。車田さんも違う。ひなこちゃんか、アンズちゃんになると思う。まいちゃんも怪しいけれども、わからねえんだよ、ここからが。アンズちゃんはでも最初から脱落してるから、うん、あんまなんか、人間だとは考えづらいことから、ひなこちゃんかまいちゃんが、どっちかが人間だと私は推理しているんだがっていうのは前にも話したと思うんだけど、どうでしょうかね。とにかく一旦落ち着きましょう。これが落ち着いていられることかよ。だってダミーズのふりをして嘘をついてた人がいるってことでしょ。つうか何のためにそんなことを。どうしよう。ひなこちゃんなんじゃねえの。違う。この事実に何の意味があるのかわからないけど、このままじゃダミーズを信用しきれなくなってしまう。こうなったら、わかりました。まず誰が人間なのかはっきりさせましょう。進展。誰が人間？ダミーズと緑の7人の中に人間が1人混ざってるんだ。まるでわかんねえよ。乱丸なんじゃねえのか。あのな、俺は腕まで取り替えてんだぜ。人間なわけねえだろ。腕が取れるからって人形だとは限らないじゃん。そんな、本当に義足、義手、義眼、いろいろあるけどね、人間にもね。でも車田くんみたいにお腹に穴ができてたらさすがに人形だよね。ねえねえ、人間ってことに本人が気づいてない場合ってあるのかな。私たちはみんな犠牲者のビデオで自分の死に様を見た。人間が混ざってるとは考えにくいよ。いろいろ考えたんだけど、私やっぱりひなこちゃんだと思うな。乱丸くんはお腹から血が出て死んだ。車田さんは潰されて亡くなった。舞ちゃんは自分の頭にピストルを打ちつけて亡くなった。で、アンズちゃんは針のむしろにあって亡くなった。で、早坂さんは斧で首をパカーンやられて亡くなってるでしょ？でも、ひなこちゃんは多分、首をね、こう、ブブブって引っ張られた、あの部屋で死んでるのよ。あのロッカールームで。だから、外傷はないんじゃないの？って思って。だから、体は人間。っていうか、そもそもどうなんだろう。体は人間で、自分でも自分がダミーズだと思っているとか。だって人間にだってさ、記憶操作ができるわけだから、自分をそのダミーズだって思い込ませることは可能なんじゃないのかなって思っちゃうけど。とりあえず引き出そう。うん、人間が一人混ざってる。棺管理システムによると、青人間、赤人形、黄空室って色分けがされていた。そして青1、赤6、黄0。これがゲーム開始時の棺の中身なら、間違いなく人間が一人混ざってるんだ。そうだね。うん。あのな、俺は腕まで取り替えてんだぜ。人間なわけねえだろ。しかも蒸気まで噴射してんだ。人間要素0。それだけか。なるほどな。
信じてくれていいぜ、サラ。サラちゃんには信じてもらいたいよね、ラバルくんはね。腕が取れるからって人形だとは限らないじゃん。緑だって腕は取れたけどさ。そんなの、自分を人形に見せかける手品だったかもしれない。手品か、なら、ひなこは、緑が人間だったと考えてるのか？そこまでは言い切らないけど。これだけは覚えといて。緑はこの組織の人間。この施設の全てを制限なく自由に使える。不可能なんて、何もないんだよ。そうね。まるでわかんねえよ、乱丸なんじゃないのか。だって、なんかこう、人間っぽかっただろう。確かに中身は人間らしかったよ。でもそれは車田さん、お腹に穴が開いてるあなただってそうよ。それ以上思いつく理由がねえよ。でも車田くんみたいにお腹に穴ができてたらさすがに人形だよね。人間だったらそんなのお腹痛すぎて死んじゃうもん。そうね、アリスさん。ふむ、そうですね。まず人形で間違いないでしょう。じゃあ一体誰が。ねえねえ、人間ってことに本人が気づいてない場合ってあるのかな。自覚がないってこともありえるよね。ちなみに私はないよ。人間だったりするのかな。ちょっとウキウキしてるじゃない。犠牲者のビデオで自分の死に様を見た。君たちも見ただろ。あそこに映ってたものは全員ちゃんと死んでいた。残念なことだがね。それはそう、それはそうだが、そうね、一人混じってる。セレビより伝える人間なわけだね。名前なんじゃないのか。ヨハトみたいなのがいて自覚がない。入ってる。ID カードかランクアップパーツを使うのかな。多分ひなこちゃんに使うんだと思うんだけども、多分内容に合ってるのは ID カードな気はしているが、この緑の ID カードがあることで自由に制限なく使えるわけだから、緑が制限なく使えるわけじゃないよね。っていう。ああ、合ってるね。オッケー。ひなこ、それはどうだろうか。何が？緑が施設のすべての機械を自由自在に使えるなら、なぜ ID カードなんて作る必要がある？それは、別に、必要なかったんじゃないの。私たちに攻略させるためにわざわざ用意したんでしょ。きっとそんなものなくても顔認証とか使ってたんだよ。そんな機能どこにもなかったぜよ。あったのは ID カード認証と指紋認証だけです。そうぜよ。緑がいくら組織の人間でも登録されたカードがなきゃいじれない機会もあったわよ。登録されたカードって、だったらなんで舞の指紋は登録されてたのさ。そこだよね。そう、舞ちゃんの指紋はずっと怪しいところなんだけど。舞ちゃん自身もやっぱり自覚がないのかな。やっぱダミーズが自分が人間だって自覚はないのか。舞ちゃんがひなこちゃんだと思ってたけど、なんかそれが、こう、白日のもとにさらされるのは、すごい怖いな。なんだか、事実を知ることが怖い。ちょっと待ってよ！そこで、私が疑われるの？それは間違いぜよ！舞は組織側じゃねえ！情で語んないでよ、レスラーのおっさん。筋肉ゴリラを悪く言うなにゃん！みんな落ち着いて、悪人を探してるわけでは。仕方ねえだろ。疑惑のある奴が人間の可能性が高いんだ。こっちだって本当は、仲間を疑いたくねえんだよ。車田くん。わかったよ。だったら、みんなの手で証明してほしい。私が、みんなの仲間だってこと。
わかった。進展。舞の指紋認証。舞さんだけ指紋認証をクリアできるのはずっとおかしいなとは思ってました。うん、それはそう。待って、BGM 良すぎない？ちょっともう、ねえ、もうすごい最終章前編 B パートすごい！ BGM とか SE とかが全部進化してる。ちょっともうテンション上がっちゃうわ。ずっと聞いてたい。私だって、なんで自分の指紋が登録されてたかわからないの？本当だよ！それに舞さんは犠牲者の映像で、はっきりと亡くなるところが記録されてたよ。全部作り物、態度の演技、デスゲームを進行させる役だったかもしれない。猫被ってて怖い部分はあったけど、舞さんは悪党になりきれる人じゃねえよ。舞ちゃんは自分が人形だと信じてたから九太郎さんを刺しちゃったんだよね。指紋認証の件は全部緑の気まぐれだ。考える価値ねえよ。いやー、ダミーズがみんな率先して喋ってくれるね。セーブしよう。さて引き出すか。ずっとおかしいなとは思ってました。でもそれで組織側と決めつけるのは良くないです。その通り。悪党になりきれる人じゃねえ。きっとあの時九太郎さんを殺せなかったのも舞さんの心が反抗したからだ。優しさの部分がな。全部作り物、態度の演技、デスゲームを進行させる役だったかもしれない。それが舞の正体。めでたしめでたしじゃん。ひな子、わかってるよ、むちゃくちゃなこと言ってるのは。だから否定する証拠を出してよ。うん、全部緑の気まぐれ。考える価値ねえ。緑が悪ふざけで舞の指紋を登録したんだろう。うん、私だってなんで自分の指紋が登録されてたかわからないの。正直ラッキーとしか考えてなかったの。何か隠してたらもっとマシな言い訳できるもん。舞さんは本音を言っているように聞こえるけど、心当たりはないですか？指のパーツを付け替えたとか。本当にないの？怪しげなパーツも付け替えてないし、ずっとありのままの自分だったよ。舞さん、泣かないで舞ちゃん。信じるために疑うんだけどさ、苦しい。ああ、それって緑の言葉に怯えてただけなんだよ。だから悪者なんかじゃないんだよね。亡くなるところが記録されていた。あれはとてもフェイク映像とは思えなかった。みんなも見たなら覚えてるんじゃないかい。舞さんは2つの銃を持って自分の頭を狙ってた。顔面は蒼白、手袋をした両手はガタガタ震えてたよ。あまりにもひどい仕打ちだ。手袋、あれ、今の舞ちゃん手袋してない。お、自分では本当に何もしてないの。討論、それで、そうだよね、手首じゃない、手袋をしてた、付け替えてない、ずっとありのままの自分だった、ここだ。あの、ちょっといいかな。舞さんは本当にランクアップパーツを付け替えたことがないのかい？ないよ。だって怖いじゃん。ならおかしいな。ダミーズって元の人間と同じ格好になってるのが決まりだったよね。でも犠牲者の映像を見比べると、今の舞さんには手袋がないんだ。あれ？確かに私たちが見た映像では、そうだね、手袋してるわ。手袋をしていた。そういえばなんで私初めから手袋してないんだろう。愛用のやつなのに。忘れられちゃったのかな。そんないい加減な相手ではないはずです。え？ということはやはりパーツを取り替えるために手袋を脱がせたんじゃないかい。え？
起きる前に勝手に取り替えられてたの？けど、そんなの付け替えた後手袋も付け直すでしょ。確かに、おかしいな。なぜ舞さんは手袋だけ付け直してもらえなかったんだろう。手袋がダサかった、手袋が変形した、手袋が入らなかった。これだ、ランクアップパーツ。それぞれの手に合う形で作られているわけじゃなくて、誰の手にでも付けられるようになっているはずだから、舞ちゃんの本来の手の形と違ったんじゃないのか。手袋が入らなかった。手袋が縮んじゃったってこと？いや、逆です。逆？手が大きくなってしまったとでも言うのかい？その通り、その通り。付け替えた手が舞さんの手より大きかったんです。とんでもない結論だが、これなら指紋認証の辻褄も合う。そもそも緑の ID カードが作られたように、このフロアはフロアマスターの緑に合わせて設定されてます。それなら指紋認証だって緑に合わせて登録されるのが普通。ってことは、今つけてる舞ちゃんの手は緑の手ってこと？そして指紋認証のできる舞さんの手は元の自分の手より大きかった。まるで男性の手のように。それじゃあ私の手は緑の手だって言いたいの？わかめ頭のパーツをつけてたやん。パーツとは限らない。これまで青人間、赤人形と情報が出てきたが、覚えていますか？指紋認証の時。あ！そうだ。青色に光ったことを。確かになんかこれ舞ちゃんの指にしては、ごついよね。まあ細いけど、細長いけど、なんか女性の手っぽくない。なんか中性的な手に見えるね、確かにね。やめて！それじゃあ、この手は、私についてる手は、人間の、緑の手です。舞さんにはかわいそうだけど、もしかしたらあれは指紋認証なんかじゃなく指の血液認証なのかもしれません。血が流れてるって言うんか。緑は自分の手を切り落として前に取り付けたって言うのかよ。色ある。え？ってことは、舞ちゃんは腕だけ、てか手だけ、人間だけど、体はダミーズ。で、じゃあ、緑自身は人間ってことか、やっぱり。あ、じゃあ腕が飛んできたのは、そこの部分だけ義手にしてたから。うわ、最悪だ。緑は自分の手を切り落として前に取り付けたって言うのかよ。そして代わりにロケットパンチを取り付けた。これなら緑が人間で舞さんが人形だという説明がつく。イカれてやがる。
ずっと聞いてたんですか？あなたは！面白くて声を我慢できなかったよ。それをやるゲームだからね。どう？そろそろ一つ目の棺を選んでくれないかな。退屈で死にそうだよ。そうだった、結論が出たなら選ばなきゃいけねえぞ。そうだった、とにかく今の議論で判明したのは、緑は人間、緑は自分の腕を切り落とすとんでもない男ですが、血の通った人間です。そしてダミーズは6人とも人形。それで緑は光る棺5台のどれかに入ってます。そのうち9番のヒントは赤、人形。緑は人間だから9番は外れだ。ってことは、いやー違いがねえ、銀くんと緑の棺に。くそー、あれ？じゃあ結局、4分の1でよ！こんなに話し合ったのにですか？銀も緑も人間なら、結局区別もつかねえぞ！そんな、なんでこんなことになるんだ！とにかく、落ち着かないと！カンナたちにできることは、ハズレと分かってて9番の棺を選ぶか、銀くんを当てるかもしれないけど4分の1で緑さんを狙うかです。そんな、もう推理できるものがない。考えて選ばないと。この選択で銀を殺してしまうこともあり得る。絶対に間違えちゃダメだ。進展、緑を倒せ。選ばなきゃいけないのか。きちー。これどっちを選ぶかでエンディング変わったりしますかね。いやマジかよ。わ、選ばなきゃいけねえのか。いや、銀くんを選ぶリスクを背負ってでも、選ぶか？いや、怖い。いや、4分の1だ、4分の1。でも4分の1を選んで、もし、まあ、外れたとして、ダミーズだったとして、そしたら次緑のターンになった時に3分の1になっちゃうんだよね。それ避けたいよな。一発で緑を当てるしかないんだが、そんな簡単に終われるほどこのゲームは楽じゃないっていうのは分かっているので、いや、リスクを背負ってでも行くか。1番、これだ。結局緑を当てなきゃ勝てないんだ。回り道はできない。4分の1だろうが当ててやるさ。私は棺を選んだ。おー、果たして正解は出るのか。あ、車田さんか。なんだ床から。うお、なんだよ、おい、ふざけ。な、車田さん、なんじゃこりゃ。貫いちまった棺を。残念、ヒットしたのは車だ。
なんだと？ということですか？やっぱりそうだよね。ロシアンルーレットってそういうことだよね。返事してください、カルバナさん。違いますよね、こんな一瞬で。ここまで頑張って生きてきたじゃないですか。なのに。僕も外側で見たかったな。ふざけるな、緑。こんな風になるなんて聞いてないぞ。そうだよ、私たちも危険な目に遭うなんて初めて聞いた。聞いていた話と違う。こんなゲーム無効だよ。解放してくれ。あのさ、何か問題あるのかな。なんだと。だってドリルで中身を貫いただけだよ。外見もほぼ変わらないし、推理のノイズにはならないでしょ。銀か僕を当てれば勝敗はつくんだ。何も嘘は言ってないよ。お前は、あんなぶっといドリルでぐしゃぐしゃにされたんじゃ、休憩なんざ残らねえかよ。二度と生き返れねえんだぞ、それを。安心してよ、もう終わる。次で僕が銀を当てるから。進展、緑の指名は？さて、何番を選ぼうかな。サラさんも一緒に議論しようよ。お前と議論しろってのか。やってやろうじゃねえか。